つもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画では皆さん気になるお金の話、キャンピングカー購入後に発生する経費についてご紹介させていただきます。キャンピングカーを購入する時点で購入後に発生する経費のことまであまり考えていない方も多いと思いますので、今後購入を検討されている方への参考情報として我が家で実際にかかっている経費をご紹介させていただきます。今回の内容はキャンピングカーの維持にかかる税金・保険について、キャンピングカーにかかるその他の維持費についてご紹介していきたいと思います。まずはじめに我が家のキャンピングカーですが、ボンゴトラックがベース車となっているアミティというライトキャブコンです。キャンピングカーの排気量や重量によって経費が変わってきますので、その点はご注意いただければと思います。ちなみにアミティですが、排気量は 1798cc、 重量は約 2.5 トンとなっており、その他の車両サイズや仕様などはこちらの通りです。まずは税金と保険についてです。キャンピングカーにかかる税金には2種類あり、1つ目は毎年納付しなくてはいけない自動車税、2つ目は車検時に支払う重量税です。また保険にも加入義務のある自賠責保険と任意加入の自動車保険の2種類があります。それでは税金と保険の詳しい内容をご紹介します。自動車税について。自動車税の課税金額は車の排気量に応じて決められており、車検の有無に関係なく毎年納付しなければなりません。自家用車なら2万9500円から11万1000円ほどかかります。自動車の中でも特殊用途自動車8ナンバーの車両は税率が低く、課税金額を抑えることが可能です。実はキャンピングカーは特殊な用途に用いるその他の自動車に該当します。8ナンバーを取得できれば自動車税は2万3600円から8万8000円ほどであり、同じ排気量の車両よりも 20% 程度減額されます。なお8ナンバーの取得は一定の条件をクリアする必要があり、例えば就寝設備や給排水設備、食品を加熱する設備があることなどが決められています。ちなみに我が家のアミティの自動車税は3万1600円となっております。車検のたびに発生する重量税について、続いて重量税は2年に1回行う車検時に発生する税金です。その名の通り車両の重量に応じて課税されます。なお8ナンバーは新車でも初回は2年ごとの支払いが必要です。我が家は新車で購入したのですが、てっきり最初の車検は3年後と思っていたので驚きました。ちなみにアミティの重量は 2510kg です。エコカー以外の一般車両で 2.5 トン以上であれば重量税が 49,200 円のところ、特殊車両であるキャンピングカーであれば割安な金額設定がされているので2万4600円となり、私が以前所有していた乗用車より安い金額となりました。1年に換算すると1万2300円となります。まだ車検は受けていないので具体的な金額は分かりませんが、アミティクラスのライトキャブコンですと車両に問題がなければ重量税と自賠責保険込みで車検代は約10万円程度となるようです。1年に換算すると5万円ちょっとですが、我が家は少し余裕を見て7万円を予定しております。加入義務のある自賠責保険について、自賠責保険、自動車損害賠償責任保険は法律によって加入が義務付けられている保険です。自賠責保険に加入していなければ車を運転できず、違反者には厳しい罰則が課せられます。自賠責保険は車検のたびに支払い義務が生じ、24ヶ月で自家用普通貨物車2トン超は3万6710円となります。1年に換算すると1万8355円となります。任意で加入する自動車保険について、
自賠責保険とは違い、自動車保険は任意で加入する保険です。自賠責保険が被害者の身体に関する損害のみに適用される保険であるのに対し、自動車保険は被害者の車や自分や搭乗者の身体、自分の車など自賠責保険ではカバーしきれない損害を保障する保険です。また自賠責保険と自動車保険は支払い限度額に差があり、自賠責保険が傷害や死亡、後遺障害などで支払い限度額を定めているのに対して、自動車保険は契約時の車の時価相当額で設定されます。簡単に言うと、同じ車種でも新車と中古車、オプションの有無で支払い限度額が異なるということです。とはいえ、保険会社が定めた一定の範囲内であれば自由に設定することが可能です。なお、8ナンバーはその特殊性から契約対象外としている保険会社も少なくありません。加入の際はキャンピングカーに特化した保険代理店を中心に複数の会社へ見積もりを依頼してみましょう。ちなみに我が家は以前から加入していた愛用日生損保がそのまま引き受けが可能でしたので、対人対物は無制限、車両保険付き20等級という条件で加入しております。年間の保険料は46,200円となっております。キャンピングカーにかかるその他の維持費について、税金や保険料とは別にガソリン代や駐車場代、メンテナンス費用などがかかります。続いてはキャンピングカーのその他の維持費についてご紹介します。キャンピングカーのガソリン代について、キャンピングカーの燃料代は車種ごとに異なるため、キャンピングカーの購入を検討されている方は燃費を把握していくことをお勧めします。ちなみに我が家のキャンピングカーはレギュラーガソリンで、燃費はリッターあたり約8キロ程度ですので、1ヶ月に1000キロ走ればガソリン1リッターあたり165円だった場合26,250円となります。年間に換算すると26,250円かける12ヶ月で247,500円となり、ガソリン代が高いこのご時世では非常に大きな出費となります。駐車場代について、駐車場は車庫証明を取る際に必要となります。民間の駐車場だと見た目の大きさから断られるケースも多いようですので、購入前に契約できる駐車場を確保することをお勧めします。特に都会の方ですと駐車場探しは苦労しますし、代金も高くなるので注意が必要です。我が家の場合は会社の関係で安く借りることができているため、月5000円ですので年間では6万円となっております。高速道路でのキャンピングカーの通行料金について、キャンピングカーの高速代は高いと思われている方が多いと思われます。正直私も高いと思っていました。ですが我が家のキャンピングカーは普通乗用車と同じ金額でしたので、これは嬉しい誤算でした。通行料金はガソリン代と同じく、走行する頻度や距離などによって大きく異なりますが、我が家では関西を中心に週末出かけるケースが多いので、一月あたり約12,000円程度です。年間では72,000円を想定しています。キャンピングカーでの駐車料金、施設の利用料金。キャンピングカーで旅行する際、RV パークやオートキャンプ場などの施設を利用される方も多いのではないでしょうか。使用する施設によって価格は様々ですが、1泊あたり2000円から6000円程度の相場のようです。我が家はあまりオートキャンプ場などを利用していないため、こちらの予算は年間3万円程度を想定しております。整備・パーツ交換の費用やメンテナンス費用について、キャンピングカーはトイレやシャワーなどの車内設備が多いほど、普通乗用車よりもメンテナンス費用がかかります。水回りの点検を行ったり、経年劣化による修理や部品交換を行ったりするほか、ラバールーフのあるキャンピングカーは雨漏り修理や補修をする必要もあります。このほか
オイル交換やエレメントなどの消耗品の交換、そしてタイヤの買い替えなどが発生してきます。我が家は購入してまだ1年経過していないため、実際に費用を発生していませんが、今後のことも考え、年間でメンテナンス費用として約10万円を想定しております。それでは年間に必要な費用の総額ですが、自動車税が31,600円、自賠責保険、重量税を含む年間残車検代が7万円、自動車保険が46,200円、ガソリン代24,7500円、駐車場代6万円、高速道路代72,000円、施設利用代が3万円、整備にかかるメンテナンス代が10万円、合計金額は65,7300円となります。ガソリン代や駐車場代などはキャンピングカーの乗り方によって大きく異なりますが、我が家での年間で必要な合計金額はこのようになっております。いかがでしたでしょうか。キャンピングカーには購入費用以外にも多くの維持費がかかりますが、ランクルのような大型車と比較すれば決して維持費は高くありません。ただしキャンピングカーを購入する前に税金や保険料、その他の維持費を把握しておくことは購入プランを練る際に大切かなと思います。お金ばかりの話となりましたが、キャンピングカーを持つことで本当に素敵な旅や思い出が作れると感じています。今まで行かなかった県や街に行く機会も増えましたし、所有しなければ体験できなかったプライスレスな出来事もありました。今後予定している長期旅にはさらなる楽しいことが待っていると胸を膨らませております。この動画をご視聴いただいている方の中で購入を迷われている方も多いと思いますが、お金事情が許すのならばぜひとも前向きに検討されることをお勧めします。今回の動画がキャンピングカーを購入されている方の参考になれば嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。